僕らの別荘。マジでマジでいつでも寝れるこれ。もう寝た？うん。あ、寝てるわ。え、もう寝た？うん、寝た。寝てるわ。本当だ、すごい。さすがにもう起きてんじゃないかな。もう寝た？いや、寝てる。あ、寝てるじゃん。なんで会話できてんの？最近寝てるとこごめんだけどさ。どうした？いいよ、全然寝てるから。あ、その寝たまま聞いて。あ、寝たまま聞くわ。なんかでかい本持ってんな。でかいっしょ。でかっ！ユニオン？ユニオンのこのサイズの本見たことあるの？お祭りで遊戯王のこのサイズの下敷き見たことある。あるな。完全に海賊版の、あの、ブルーアイズとかの。あるな、マジで。懐かしい。懐かしい。あと、急に思い出したけど、俺、そのサイズぐらいでかい遊戯王の全部のカード載ってる本。ああ俺持ってたわ。あった。バリアブルブックみたいな。みたいな、そう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 。カードなわけじゃなくて。あ、違う違う、あの、写真というか画像、持ってた。おまけでカードついていた。持ってたんだ。何がついていたか忘れてる。俺ね、破壊竜ガンドラ。あ、違うな。俺絶対違うわ。で、結構後の方のやつだと思う。俺もっと普通になんか魔法カードとかな気がするもん。へぇー。カードついてんだ。ついてるついてる。てか、そういうの多いよな。あの、ゲームにもついてくるしさ。あ、そうね。当時ね。あれはひどい商売だよ。でもそのカードが今なんかめっちゃ、めっちゃすごくなってたりするんでしょ。大会で優勝したりしてのやつが一番すごいよね。カオスソルジャーだっけ？なんか、世界で一番高いみたいな。やばいっしょ。10億とかだっけ？マジ？なんかとんでもない額だった気するけど。人食い虫とかは？人食い虫リバース効果でね、リバースしたらその一体破壊できるやつね。よく覚えてんな。人食い虫。寄生虫パラサイトじゃなくて、寄生虫パラサイトもなんか思ってた。え、気持ち悪かったよね、寄生虫パラサイト。気持ち悪かった。人間が口からなんかさ、普通に人間が映ってた。ね。あれ、ちゃんと気持ち悪かったね。そうだよな。そのバリアブルブックがどうしたの？そうそうそう。この前みんなカニ食った日さ、俺だけ早く帰ったし、あった、うん、感激をすると言ってたんだよ。そう、その舞台のそのパンフレット、そう、パンフレットってなんか懐かしいね。ね、初めて買った。何回かその古田新太さんの舞台見に行かしてもらったんだけど、俺は買わなと思う。へえ、あ、すごく素晴らしい舞台で。まあ、舞台もすごい良かったし。マブだもんね。マブ。古原と。マブ。これがさ、舞台内容みたいなの書いてんだよ、あらすじとか。おう、そう、各出演者のインタビューみたいなのも載ってて、うん、この舞台の稽古の時どうでしたかみたいな。なんていうタイトルのお話なの？転校生っていう。はあ、転校生の中でも特に強いやつ。転校生の。そう。そう、号文とかの号なん。そうなんだ。号ってね、あの1号2号のさ、ロンドーブーツ1号2号の号にその号じゃない、虎って書いてる。ああ、旧字体の号かな。ああ、そうか。あの秋葉王とかに書いてる。秋葉にある秋葉王の南号店の号かな。何が良くてこれが欲しかったかっていうとさ、これもちょっとこう不思議なお話なのよ。古田さんとあと、早乙女太一の中身が入れ替わっちゃうみたいな話なんだけど。あ、じゃあ、あれと一緒だ。あの、逃げ恥と一緒だね。逃げ恥じゃない。古田新太さんが星野源さん好きになっちゃって。いや、あったけど、古田新太出てたけどね。出てたけど。あのシーンでしょか。あ、じゃあ、患者もと一緒か。出てるけど、ね。いつも出てるから一緒なわけじゃない。出てるけど。あ、そうか、ごめんごめん。インタビューの中で、その、不思議な体験をしたことがありますかみたいな、そのコーナーがあるのよ。で、なんか他の出演者の人はみんな、なんか、なんか子供の頃、こういうちょっとなんか心霊体験みたいなしました。オカルトな感じのね。そうそうそう。その中で、その、新田さんだけ、あの、俺と奥さんのことを書いてくれてて。本当は結婚してないんですか？そういうことじゃない。不思議な話すぎる。不思議すぎるな、それは。そう。え、人の話書いてるってことですか？人の体験談書いてるってことですか？人の体験談っていうか、え、どういうこと？ざっくり読むと、その、もともとね、その、お店で、その、奥さんのお店に来て、行きつけのお店のお気に入りの女の子がいて、で、そこでたまたま知り合った、俺と3人で飲んだら、その、そこの2人が結婚しちゃいましたっていうのを書いてくれてる。ああ、なるほどね。そうそうそう。もしかしたら結婚式で一緒にバージンロードを歩く羽目になるかもって書いてる。ほう。で、今スタイリストを通して演美服を手配中です。ええ。ええと思って。
あ、それ知らなかったんだ。うん、あ、まあ、なんかうっすらなんか行くわみたいな、うん、その軽いノリでは言ってたけど、こんななんかその公でこうね、ガチガチのってことはじゃんと思って。はえー。そう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 。マジか。これはもうその前見に行ってよかったのもあるし、うん、これが載ってるっていう記念でこう買ってほしい。それ絶対買わないとね。すげえわそれは。すごすぎない。一応エピフクでやるじゃん。なんでだ。俺がバージンのバルトン。一応一人で。一人で。何の時間？石オンステージ。石あのあれやってよ、あの子供が指輪運ぶやつ。あるね。あるね。あるわ。あれ挙式の方のね。実際これやったわあれ。あれ石あマジで。やった。やったことないんな。犬が持ってくるやつもある。あそれある。首にね。そうそうそう。加えて持ってくるやつ。あるある。石が加えて。俺が加えて持ってくる。犬として。犬として俺振る舞うわ。ちゃんとしてやってほしいな。結婚式、あ、じゃあ結婚式行ったら古田新太さんにも会えるってことか。うん、ああそうか、まあ、多分。いや石井は呼ばれないんじゃないさすがに。あ、そっか、俺出る側か。どういうこと？犬側でやるってことか。どういうこと？どういうこと？呼ばれない。わからなかった。ちょっとこれめちゃくちゃ嬉しかった。これいい話だ。いい話。いい話しさですね。いい話としてみんなもインタビュー受けたら話していいよ。彼らの言い方ですね。勝手に喋っていいよ。勝手に喋っていいよ。この動画が伸びなかったらクソだな。日本は。日本はクソ。こんなにいい話をして。うん。この動画見た人も、この動画広めなかったら、クソだな。伸びるに決まってる、こんな素晴らしい動画。一生結婚式呼ばれないんじゃない？まあそっか、俺出る側だからか。わけわかんない。そう、出る側だから、犬で出る側だから難しい。わけわかんない。それのせいで伸びない可能性全然出てくるな。でもそう、うん、まあいっか。一応エピフクでやるし。なんでだ。俺がバージンのバルトン。